2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国、昨年の経済成長 1.4%。10から12月期成長率は 0.6%。韓国、まるで調整したかのように、韓国の2023年の経済成長が、官銀の予測通り 1.4% になった。つまり、10の12月期の成長率が 0.6% になったわけだ。この時点で、低成長を続けていた日本に負けてしまったのだが、この記事にはなぜか、日本に出てこない。日本に負けたことを国民に知らせたくない意図があるかは知らないが、韓国がどれだけ衰退しているのかが数値となってついに、出てきたのが2023年だ。それは半導体の一本足打法で、輸出が成り立っていたことでもわかる。その半導体の絶不調になれば、韓国経済のひどさが浮き彫りになったと。2023年は韓国としてはありえない低成長だったわけだが、問題は2023年だけではない。この先、ずっと韓国は、低成長時代を迎えることが、確定している。それは韓国の終わりの始まりである。毎年、2% 以下の低成長となれば、韓国の衰退は目に見えるように、明らかとなるだろう。日本は低成長でも30年以上、先進国として地位を保っているが、自称、先進国の韓国は G20 でさえ危ういのだ。妄想を膨らませて実質 G8 とか、意味不明な主張を繰り返すのも、彼らは自分たちの国家が衰退していくのを感じているのだ。だから、地位にしがみつこうとする。それはまさに地獄の中で仏様が垂れ流した蜘蛛の糸である。でも、そんな糸は大国の気分次第でいくらでも燃やされるのだ。韓国メディアはアホな韓国人をいつまでも騙そうとするが、低成長時代を迎えて、化けの皮が剥がれていき、内需が死んでハイパーインフレが加速化する2024年はどうだろうか。なかなか興味は尽きないが、少子高齢化社会に突入して韓国の人口が減り出したように、悪い材料が数値となって出てくる頃はすでに手遅れである。アメリカのニューヨークタイムズが昨年2050年に韓国は消滅するとか警告していたが、実際、2050年も韓国が持つわけがないという。少子高齢化社会とはそれほど生きにくい世の中なのだ。韓国の特殊出生率は昨年は 0.7 と、世界で過去最低となったが、今年はさらに 0.6 を目指せるはずだ。韓国を超えるのは韓国しかいない。実際、韓国経済には暗雲が、立ち込めている。でも、無能な韓国政府は選挙対策に、ばらまきを繰り返すだけだ。韓国がやらなければいけない少子高齢化対策も、後回しである。実際、少子高齢化対策イコール若者、優遇になるので、個人主義が横行している高齢者だらけの、韓国人には受け入れがたい。例えば、20代や30代の、選挙票が一人一票ではなく、一人三票として票を数えるといった政策を掲げてみる。これは明らかに高齢者が不利になるので成立しない。でも、その政策は概ね正しい。高齢者と若者の票数が均等に近くなければ、韓国は福祉優遇国家になっていくのは明らかなのだ。こちらの考える少子高齢化の一番の歪みは選挙での力の差である。実は韓国が今すぐこれをやれば、若者は選挙に行けば社会は変えられると感じることだろう。そして、韓国という国はわずかばかりだか、存続できる可能性が増加する。
でも、現実的に不可能なのだから議論する意味はない。政策がいくらまさしくても、絶対に通らないからだ。それか移民を受け入れるかだ。移民を受け入れて、人口を増やすのは手だ。だが、その場合、移民との大きな隔週が、生まれる。欧米を見れば一目瞭然だよな。しかし、人口が減れば減るほど経済成長は減少する。これは簡単な理屈だ。10人で大きな岩を動かすよりも、100人で大きな岩を動かす方が、楽だからだ。100人で稼いでたのに、それが90人になれば、平均パワーは1割ダウンである。しかも、韓国の若者は簡単なサービス業で、満足して、製造業は老人と外国人だらけとか、この時点で終わってるよな。結局、韓国は今も昔も、財閥と労働貴族、エセキリスト教団体によって、搾取される未来しかない。そして、韓国のリソースを枯れるまで、使い果たした後、彼らは海外に拠点を、移すだろうな。特にサムスン電子はすでにその準備を、進めている気がする。実際、その判断は正しい。まあ、未来予測はいろいろあるが、記事を引用していくか。これは2023年の、韓国の成績表である。では、記事の引用を読むわよ。昨年の韓国経済成長率は 1.4% であることが、集計で分かった。韓国銀行の見通しとは合致していたが、2022年 2.6% と、比べると鈍化幅が大きく、ほぼ半分水準に落ちた。韓国銀行は2023年10から12月期の実質国内総生産 GDP 成長率直前四半期比速報値が 0.6% だと25日発表した。これに伴い、昨年の年間 GDP 成長率は 1.4% となった。これはコロナ禍に見舞われた最初の年度だった。2020年マイナス 0.7% 以来、3年ぶりに最も低い水準だ。四半期別に見ると、成長率は輸出急減で、2022年、10から12月期にマイナスマイナス 0.3% を記録したが、昨年1から3月期には 0.3% へと、反騰した。その後、4から6月期 0.6%、7から9月期 0.6%、10から12月期 0.6% にわたって、4四半期連続で、プラス成長を維持した。10から12月期の GDP を、項目別に見ると、民間消費は、在家消費が減ったが居住者の、国外消費支出が増えて、0.2% 増加した。政府消費も健康保険給与など、社会保障の現物恩恵や、物件費を中心に、0.4% 増加した。設備投資は輸送装備などの好調で、3.0% 成長した。ただし、建設投資は建物建設や、土木建設が減り、4.2% の減少となった。輸出は半導体などの回復に、支えられて 2.6% 増。輸入も石油製品などを、中心に 1.0% 増となった。10から12月期の成長率に、最も大きく寄与した項目は、0.8% ポイントを、記録した純輸出輸出、輸入。設備投資 0.3% ポイントと、民間消費 0.1% ポイント、政府消費 0.1% ポイントも、プラスを記録した。年間 GDP を項目別に、見てみると、民間消費の成長率が 1.8% で、前年 4.1% に比べて大きく鈍化した。政府消費の成長率も 4.0% から 1.8% へと失速した。ただし、建設投資は前年度マイナス 2.8% から 1.4% に回復して、増加に転じた。設備投資もマイナス 0.9% から 0.5% に増えた。輸出増加率は前年度 3.4% から 2.8% に、
輸入増加率は 3.5% から 3.0% にそれぞれ減少した。このように見ていくと韓国の2023年は予想通りひどいありさまだった。特に2023年の上半期は未曾有の経済危機に見舞われた。そして、下半期の後半でようやく輸出が回復してきた。これは韓国製品の在庫処理が進んだってことだ。だが、韓国はこの成績を不審に思う必要がある。なぜなら、2023年は輸出が減って、輸入も減っているからだ。貿易黒字は8ヶ月連続維持とか言うが、そもそも、それだって輸入が激減したからに、過ぎない。韓国輸出が本当に、回復してくるなら輸入も、増えるはずなのだ。この先、重要なのは輸出ではなく、輸入である。輸入が減れば減るほど、それは韓国輸出の基礎体力が、落ちている証拠である。これは韓国が主に中間材を、輸出しているためである。つまり、日本や他国から原材料、機械や部品を輸入して、組み立てている。でも、昨年は在庫割引セールで裁く、必要があったので、輸出が増えても輸入は減っていたのだ。半導体の減産していることは何度も、伝えたし、そもそも減産して、ようやく需要が回復してきたのだ。通常の生産にすら戻ってないと。設備投資は輸送装備などの好調で 3.0% 成長した。ただし、建設投資は建物建設や土木建設が減り 4.2% の減少となった。建設投資の落ち込みは T4 建設のワークアウト申請など、不動産 PF の余波である。設備投資が増えたのは良い傾向だ。だが、今まで悪すぎたとも言える。では、この記事を読んだ韓国人の意見とネットのツッコミを見ていこうか。マリサ、あとはお願い。おう、どんどん読むぜ。この記事を見た韓国のネットユーザーからは韓国が立ったの。1% 成長とは、コロナの時よりひどい記録。それなのにメディアは、達成、と言って持ち上げるのか。大統領が変わるだけでここまで、国が揺らぐとは思わなかった。前政権なら 2% を超えていたはずだ。1.4% 成長なのに、物価は 10% 上がるのか。などため息混じりの声が上がっている。では、ネットのツッコミだ。1、前政権の統計が怪しいからだろ。2、ムンちゃん帰ってきてくれ。3、サムスンが利益マイナス 90% だからそんなもんでしょ。4、中国にオールイン。韓国は中国経済に全財産かけるぜ。5、ムンジェインへの異常な信頼感は何なんだろうな。韓国をここまで追い詰めた主犯こそがムンジェインだろうに。その尻拭いに追われるユンは責められて、ムンが持ち上げられる不思議。6、ムンならもっとうまくやれたみたいなのよく見るけどあっちは、そういう認識なのか。どう見てもユンの方がうまくやってるように、見えるけどな。7、ついに成長率でも、日本に負け出して衰退国になったか。途上国だったから今まで、成長率は高くて当たり前なんだが、結局日本の足元にも、及ばない GDP 10位今13から14位が、限界だったな。出生率やスポーツなんかもだけど、本当に悪い意味で次々と、日本を追い抜いていくな。8、しかしこんなに急激に衰退国になるもんなんだな。あれだけ失われた30年とか言って馬鹿にしてたのに、その日本より成長率が低くなるとかコントかよ。9、その通りだ。さっさと弾劾やってユンを引きずり下ろせ。10、ムン政権のは半導体メモリバブルと不動産バブルで、上昇してただけだろ。以上の10個だ。大体同じ意見だが、経済の大天才である、ムンジェイン前大統領と、ユン氏を比べて、ユン氏がうまくやっているとか、思うのはおかしい。いつユン氏がうまくやっているんだよ。尻拭いって、ユン氏になってから3年経過しているんだが。
むしろ、国民を統計操作で騙せばやる気になってくれるんだから。ムン君の方が優秀だぞ。愚民を扱うデータなんて、捏造すればいいと中国が教えてくれてるじゃないか。ニュースは以上だ。霊夢、統計操作で騙せばいいはひどくないか？そんなことないわよ。韓国人は新聞をあまり読まないから、騙されたことさえ知らないわ。おいおい、そんなんでいいのかよ。日本に勝てればそれでいいのよ。でも、ユン氏は日本に成長率で負けた。まさに戦犯というわけよ。なるほど、そういう思考回路なのか。ええ、彼らにとって成長率で日本に勝つのが生きがいだった。でも、ついに負けてしまった。まさに衰退を肌に感じたんじゃないの。1.4% 成長なのに、物価は 10% 上がるのか。これもハイパーインフレよね。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。